そうですね。私、過去っていうか、オーストラリアに来たのが13年前なんですよね。で、それまで、小さい頃からソフトボールをずっとしてて、で、本気でやり始めたのは高校からなんですけど、もう、あれなんですよ。もう全国大会に出場するとかっていうチームに入っちゃって、で、もう基準がそこだったので、もう、先輩とか監督のね、指示に従いながら、なんか、これが成功する道なんだっていうことで、必死でついてったんですよね。で、それがもうベースにあるので、オーストラリアに来てからもね、なんか、もうそこが、ベースで、もう努力、汗、根性で、何でも、手に入れたいものは手に入るっていうような生活、人生を送ってたんですよね。で、それで本当に手に入るんですよ。欲しかったタイトル、日本全国第3位とか、オーストラリアに渡ってもソフトボールでナショナルチームにね、選ばれて国際試合とかに出させてもらったりもして、こうやってなんかタイトルっていうか、手に入れたいってものは、そのやり方で手に入れてきたんだけど、オーストラリアに渡ってから、そろばん教室を始めたんですよね。現地の子供たちに向けそろばん塾ね。そろばん塾。で、そこで、日本のね、本格的なそろばんが習えるっていうことで、たくさんの生徒さんに来てもらっていたんですよ。で、そろばん始め、算数とか数学もね、教えることになったんですけど、やっぱり、私のベースがその努力汗根性だから、そういうふうにその教室のビジネスも進めちゃった。で、努力、汗、根性で、みんなにビシバシやったってことね。ビシバシ、そうですね、なんか毎日練習すれば上手くなるんだよとか、なるほど。ね、今日ここからここまでやったらすごい力身につくんだよとか、そういうことを言って、それはもちろんそうだと思うんだけど、やっぱり子供って正直で、やりたくないことはやりたくないんですよね。そうそして、ね。嫌なものは嫌で、そう、全く噛み合わないなと思い始めたんですよ。で、5年ぐらい、教室始めて5年ぐらい経った時に、なんか限界を感じるなと。で、このやり方である程度成功はするけども、どうもあと次のステージに行くにはどうしたらいいのかなってなった時に、マリコさんがケアンズにいらっしゃって、セミナーを開かれたっていう話で、マリコさんとの出会いがそこです。そうですで、そね。の時に、で、その時にマリコさんから、なんだろう、何かが違うんだよねみたいなことを言われたんですよね。なんか、成功するのはもちろんね、そうなんだけど、何か違うって言われたときに、その何かって何だろうっていうふうに、すごく自分と向き合ったっていうか、そういう時間を過ごさせてもらって、で、感情セラピストっていう養成講座を受けたら、なんかその何かが分かるんじゃないかっていうところでね。で、2年前ですね、それが。で、今もこういう形で、お付き合いさせてもらってるっていう感じですね。すごい。電波がところどころでちょっとお聞き苦しい点はあったかと思うんだけど、ずっと大そうなんですね。丈夫それだよ。はもう、大丈夫。でも、よりちゃんが結局今までソフトボールでずっと培ってきた経験が、結局、努力、汗、根性っていう、結局、そこのところの、をすれば何でも手に入るって思って、そこをクリアしていけば目標に手に入るって思ってずっと生きてきて、で、そろばん塾もそれでやっていて、で、ちょっと自分の中で、まあそれもね、それもまあそれはそれで子供さんたちの心もちょっと掴んだりとかしてたと思うんだけど、まあ自分の中で何かもちょっと違うことがあるぞって思ったのが2年前っていうか、まあ出会わせてもらったところってところですかね。そうですね。で、そので、何かがきっとみんな聞きたいと思うけど、よりちゃんのその何かは何だったんですか？何かはね、愛だったんですよね。でも、愛？そこ答え言っちゃったんですけどね。
いきなりちょっとびっくりしちゃった。はいはいだったんですね。ひよりちゃんのもうちょっと分かりやすく教えてもらっていいですか。そうですよね。あの結局そのなんだろう、あの我慢して何かをするとか、あの嫌だなって思うことを一生懸命やるっていうところですよね。でそれを私は何の疑問もなくやってきたところがあって、うん、で、うん、それがあのできるなんていうんだろう、能力とか身体能力もそうですよねっていうのがたまたまあったから、あのやれてたんだけど、うん、そのね、子供たちとか見て自由に生きるあの子供たちを見たときに、なんかあのなんだろう、そここうこう内側から出てくる嫌だっていう気持ちに対して、うん、頭でえいって抑えて、で抑えながら何かをするとすごくこう苦しくなるっていうか、こうなんだろうね、その分なんか体を怪我したりとか精神的にこう病んじゃったりとかってやっぱりするんですよね。で私の場合はあのそこをあの怪我したら勝手に治るし、で痛みとかもあんまり感じないタイプだったのでそのままやっちゃうんですけど、あの見ていると本当にやりたくないことはやりたくないんだなっていうことがなんかね、あのかすごく感じたので、なんかそのやりたくないことをやらずに生きて成功するんであれば、なんかそっちの方がなんか楽しいんじゃないかって思い始めたんです。で、結局、あの、なんだろう、それをやり遂げたいとか、これをやりたいっていう思いっていうのは変わらないものなんだけど、それをどういう気持ちでやるかだけなんですよね。うん。で、あの、目の前のね、目的とか目標とか、もうこれをもう取りたいっていう思いでやるのか、なんか心の中から湧き上がってくる、なんかあったかいものだとか、情熱だとか、あの、譲れない思いとか、大切にしたい思いで、それをやって、最終的になんか向かいたいところに行けたみたいな感じの、なんかそういう生き方も、なんかこれからの時代特にあのそっちの方が楽しいんじゃないかって単純に思ったんですよね。でそれがなんか愛だったって感じなんですよね。自分が持っていた愛だったっていうか、自分が持っていた愛だったってことだ。多分さ、それって多くの人がそうやって言ってるんだと思うんだよね。これからの時代はそれこそ風の時代だとか、あの頑張らないでいなくていいよって。でもそれをこんだけ努力汗根性で10年も生きてきたゆりちゃんが今、ビジネスを展開していく中で本当に湧き上がってくる思い出っていうのをゆりちゃん今本心で言ってるじゃないですか、そこのところ、自分の中でなんか体感だったりなんかあったからそういうふうに今確信持って言えてるのかな、そこちょっと教えてもらいたいんだけど。確信のところですよね。なんか、あのやっぱりビジネスってこう、ビジネスするってもう自分がやりたいことをこう値段つけて、商品して値段つけてお客様に提供するっていう、もうそれだけのね、シンプルな構図なんだけど、あの、なんだろう、こう、自分がこういうことやってます、こういう思いでやってますって言って、で、お客さんがそれを見て来てくれるじゃないですか。で、その流れっていうのは、あの、もう、成功するモデルっていうのがすでにあるんですよね、この世には。で、たくさんのマーケッターの人が、こう、時間とか、莫大なお金をかけて、そのモデルを作り上げた。で、私たち、ビジネスやろうとしてる人たちって、それを学んで、自分の、あの、商品を乗せて、その型にはめながら、仕組みをね、作りながら、やっていくと、あの、うまくいくっていう風な、ことなんだけど、私もそれをやったんですよ。で、せっかく感情セラピストになったからね。で、こんだけなんか人々を幸せにできるようなアイテムがあって、で、サービスができるっていう状態になった時に、これ世の中に広げられたら素晴らしいんじゃないかと思って、あの、ビジネスをしようと思ったんですね、それで。で、あの、やり始めるんだけど、やっぱりその、なんだろう。
そもそもなぜそのサービスをしたいのかっていうところを自分自身の中でストンって落とし込めた時っていうか、そのやっぱり生きてきた人生が詰まった商品というか、そもそもの魂の目的が詰まった商品っていうのを自分の中で知ることができた時っていうのがすごく波動が上がるんですよね。そうだね。興味が一つ持てたっていうところがね。で、うん、そうね。で、それをもうただ、なんだろう、今までのそのね、成功モデルって言われてるところに当てはめていくとうまくいくんですよ。ただ、多くの、そう、私もそうなんだけど、なんか多くの、落とし穴に陥っちゃうところっていうのが、こんな商品ありますってなった時に、なんだろう、その、人生が、そもそもなぜその商品を提供したいのっていうところが、まだあやふやだったり、で、なんか、理由がもうなんか、もう旦那さんと別れたいから自分でもう独立してビジネスして自分で自立したいとかっていう、そういう思いでやるビジネスと全然結果が違うんですよね。で、後者の方は、もう本当に、苦しくなってきちゃうから続いていかないんだけど、本当に自分の大切なものを乗せた商品を一つ作るだけで、その波動でやっていけばうまくいくんだよっていうところですよね。答えになってるかしら、これ。うん。言葉になってるんだけど、多分ね、はい、ちょっと電波が途切れ途切れで、皆さんにもしかしたらちょっと。なので、ちょっと私の解釈でね、りょうちゃんの話聞いて、今思ったのは、はい、多くのマーケターの人たちがいろいろな手法、いろいろなやり方をやってくださってるじゃないですか。うん、でも、はい、多くの人がそのやり方だけに目を向けて、こういうふうにしたらこうなって、次にこうしたらこうしてっていう、その何つって、ただ結果が出るためのツールとして、自分のビジネスのところに置けてしまうと、自分の思いだったりとか、自分の本当にやりたいことがそこに乗っかっていかなくて、ただ成功っていうところだけを見てしまうから、ちょっと長続きしなかったり、できなかったらどうしようっていう気持ちができて、まあ、うまく回っていく。でも、よりちゃんは感情だったり、自分の中に散々今まで向き合ったことによって、その人の本当の人となりだったり、その人が本当に湧き上がってくる思いを大切にできるから、うん、そこをベースにしたビジネス展開ができるっていう、あ、そう、あやかり方だって書いてあるけど、そのあり方が結局形になるビジネスに転換していけるっていう考え方でいいのかな。そうですね。うん、で、やっぱり人間だから、どんだけもうこの商品、私の全てが詰まっているっていうものを持っても、こうやって展開していく中で落ち込む時とか絶対あるんですよね。あるある。もうなんか、その時の気持ちって嘘だったんじゃないかっていうぐらいに落ち込んだり、うん、もうやめようかなって思ったりもする時もあるんだけど、うんうん、そこからまた、この前感じたところ、に自分を持っていくっていう、そのスキルとか手法っていうのが、一つ、そこで、感情セラピストさん一同ね、その手法で、なんか皆さんのお手伝いができたら、これって、その人が本当にやりたいことができる状態になるってことだから、すごいことだなって思うんですよね。で、私はたまたま、そうやってビジネスがくっついて、感情、セラピー感情のサポートをしているけれども、それってその人の人生において、もう そこが自分の中で、また上の方に波動を高く上げられるような状態に自分でできるようになれば、もう誰だって幸せになれるんじゃないかと、はい、思っておりまして、はい、素敵、本当にそう。でもね、私すごい思うのは、これってね、頭の理解じゃなくって、やっぱりよりちゃんとここ2年くらいかな、ずっとね一緒にさせてもらって、よりちゃんは本当に自分と向き合うんだよね。私ね、本当にいつも感動するんだけれども、またこうやってどうしなみたいになってくるのかわからないけど、この間もさ、ポーカーフェイスで誤解されると、自分はね、ちょっとなんかこう、
初対面の人からいろいろ誤解されるって、それは普通だったらね、あっちが悪いとか、それこういうふうに思うのおかしいよねっていうことを、よりちゃんは、私の表情が何かだし、何かきっと自分の中で持ってることだからって言って、それをちゃんと向き合ってずっと今まで来てるじゃないですか。でよりちゃんってね、怒らないんだよね本当に。この間も怒る練習した方がいいんじゃないっていうから怒らなくて怒り方を知らないの、はい、うん、その姿勢がね、多分今相手にとっての本当に深いところで触れられる、そのよりちゃんの深さの姿勢かなって思う、うん、そうですね。この前怒りの感情と向き合おうとしたら、怒りの感情がつかめないぐらい何もないなっていうことに気がついてね。ねえ、なんかびっくりするよ。そうなんですよ。そう。でも怒りの感情っていうのは、その意欲の反対のものだからっていうところで、私じゃあ意欲ないのかなっていうふうに落ち込んじゃうんですよね。逆の方を聞いたときにね、その自分はダメだって落ち込むんだよね。うん、そうなんで、怒らなきゃダメなのっていう風になっちゃうんだけど、うん、そうではないっていうところ、そのありのままの自分でいいんだけど、うん、何かしっかりピースがカチッとはまると、その、ね、いろんなアドバイスだったり意見だったりが入ってきても私は大丈夫っていう状態になって、うん、その状態で何でもやればうまくいくっていうところですよね。うん、